両慶長、両慶長は、新末民発の政治家、ジャーナリスト、歴史学者。字は、卓女、号は、任工、院表室主人など。さらに、中国の新民た極めて多数のペンネームを持つ。建築家、建築士屋の両子生は、長男、考古学者の両子園は次男にあたる。15歳の時に、関東屈指の書院であった学会堂で学び、大震。 ダンタマ祭、王年ン,ンなどの訓古、名物、制度についての交渉学を収めた。極めて成績優秀であり、17歳で関東座富に合格し巨人となった。なおその成績から将来を職望されたため、この時の試験官の利忠だの10枚と望まれて、婚約もしている。18歳の時に、皇位が関東昭南会に追放されてくると、 友人の陳知明と共に面会を求めて、大いに共鳴し、こう優位に進めて、万儀騒動という学校を開かせた。数ヶ月、万儀騒動で、供養伝い、手術願などを学んだが、一種の共産的理想社会の建設を解く行為の大道思想の教えを聞かされ、狂気し、学会堂に戻って宣伝し長老や仲間との論戦に明けれた。両慶長は、行為と出会って以後、 その片腕として活動していくことになる。しばしば北京に留学する間に、丹次道と知り合い、大道思想や、おおっとこれの学問について、意見を交換した。1895年に、科挙の開始を受験するために、北京を訪れていた、両慶長は、日清戦争の敗北による、下関条約の内容を知り、行為とともに、 関東省と湖南省の巨人を中心に講和拒否への運動の参加を呼びかけ、1200人余りを集結させて、行為を代表とする上昇賛同を行っている。1896年、広淳県に招かれ、上海で循環の雑誌、事務法の主筆として活動を始めたが、発行禁止となり、翌年の秋には、丹次堂、広淳県。 熊清愛らが調査に設立した事務学堂の志向となり、毎日4時間教え学生の陶器、日記、論文を批評し、民権論を広めた。やがてその成長を示談する内容は、母術政変前に、湖南省全体に知れ渡り、大崎ヘリくだら保守派の激しい反発を買い、露実の政変の引き金の一つともなった。 伝統的な供養を学ぶを根拠とした政治改革を主張した針であったが、後術の政変で遠征枚らに裏切られ失脚する。1898年9月21日に土の犬の政変が起きると、両慶長は日本大使館に救いを求めた。日本政府は両の亡命を許可し、10月3日に軍艦大島丸に乗船させた。10月20日に 広島港を経由して、東京に到着してからは、しがしげたかや犬飼いたけし、柏原文太郎、高田さなえらと交流した。その後、横浜中華街に居住。両は、当時の日本の印象を次のように語っている。1898年に、自らの政治思想である、偏方自教を宣伝し、中国、清の人民の意識改革を目指して、無味、 もう花と共に自ら写手となり雑誌、新技法を横浜で創刊した。また、同年、同地において、大同学校の開校にも尽力している。1902年に、新民双法、1907年と結刊誌、新小説といった、書雑誌を、相次いで創刊し、もっぱら宣伝活動に従事する。日本亡命時代、吉田松陰にちなんで、吉田進の筆名を用いた。 日本語をある程度読みこなせるようになると、日本語を通じて西洋の思想を積極的に吸収し、それを著作に反映させていった。同胞の中国人に対しても、真では西洋の翻訳は軍事技術のものばかりであるため、日本での翻訳書や日本人が書いた政治経済に関する著作を学ぶことを勧めた。 例えば上に挙げた雑誌に断続的に掲載された、ハリの代表作の一つ、自由書には、ヘンリー・バックルや福沢諭吉、徳富祖宝の影響が、新民説には、福沢の文明論の概略に似ている他ブルチュリの影響が、伺える。彼は、明治日本を通じて、新末の青年たちに向けて中国以外の思想やものの、考え方をわかりやすい言葉、新民体で発信し続けた。 1901年5月11日には雑誌、審議法に角時代論などを発表するなど、この頃はスペンサーの社会進化論に基づいた論文を発表している。1904年に東京市で出版した陰標質文集類編上下巻は、新民双法、正論、国風法に亡命中に寄せた論説をまとめたものである。上巻の偏法通議では、 学校の率は過許変ずるにありと述べ、人材育成のために、市販学校及び女学校の設立に言及し、改造は教育よりと断じた。また、同書の新民説では、自由を尊び自治、独立を理解する新民が、健訓了承を生み、内需と外交が急務であると論じている。日本亡命時期は、最も寮の思想が急進化した頃で、本来行為について、 立憲君主制政,政治を商用していたにもかかわらず、大統領制を持つ、共和国、大中花民主国を構想してもいる。これは、宮崎東天を通じて、孫文党革命派と後位一派の合作が図られたこと、結果的に失敗や、義和団の乱における、新朝首脳の提言のなさを目の当たりにしたこと、東西津の自立軍運動をめぐって、 死行為との間に確執が生じたことなどが原因であった。しかし、行為の厳しい叱責を受けた後は、その過激さは影を潜め海明先生君主による政治改革を主張するようになる。すなわち1905年、中国同盟会の帰還し、民法が発刊されると、新朝打倒の力革命は、暴動と外国帝国主義の干渉を招いて、 国を滅ぼすものであり、今はむしろ解明先生を行うべきだと主張して、革命派と対立した。亡命時期の両慶長の思想は一様なものではなく、その変点つ常ないことは彼自身が後年、反省しているところでもある。しかし、そこで一貫していたのは、両が四内文明の一つを築いたとする、中華民族を復興させる近代的な国民国家の建設であり、 帝国主義時代を生き抜くためのナショナリズムであった。日本での14年間の亡命生活を経て1912年、侵害革命の翌年に39歳で帰国した。1914年8月の甲州湾周辺での日独戦争後に敗日論へ転じ、かつて母術変法を裏切った遠征外の下で新歩党を組織て、熊丸都市内閣の司法総長となる。しかし、 遠征外は唱えた、訂正、訂正問題に反対して、天津に逃れ、かつて事務学堂の学生であった、蔡津葉と共に、内縁軍を組織し、五国軍軍務員のなで軍を呼び、政務委員長になって、第三革命を進めた。遠征外死後、霊源高大総統のもとで国会が回復すると、憲法研究会を組織し、いわゆる研究系の指導者として活動。 ダンキズイ内閣の下で財務総長となり西原借還にも関係している。しかしわずか4ヶ月で内閣は崩壊し、1918年から1920年3月までベルサイユ全権大使の顧問としてヨーロッパへ視察団を率いる。イギリス、フランス、ドイツの思想会ともしばしば接触を持ったという。一時大戦によるヨーロッパの後輩に少なくない。 衝撃を受けた、両慶長は、国家主義的なスタンスから近代西洋の思想を紹介する、それまでのスタイルを改め、伝統中国の思想や文化への再評価へと向かい、物質主義的な西洋文明を中国文明の精神と融合させるための学術研究に没頭していくことになる。1923年には、聖華大学教授、ついで北京図書館の館長となっている。 影響力を強めつつあったマルクス主義に対しては中国の伝統の中にも求めるべきであるなどの理由で批判的であった。ソビエトを赤色帝国主義と断じて廃炉を主張し一部の地域が赤色共産党人の運動場となっていると評価して当時の現状を嘆く評論が残る。著述のほとんどは陰表質合集1932年に収められている。 また全著作名は、両形長著術つなぎ年、1986年で確認できる。以下は膨大な著作のうち、主要著作のみ挙げた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。